続きまして日本共産党辰巳幸太郎議員よろしくお願いいたします。集会参加の皆さん、お疲れ様でございます。日本共産党参議院議員の辰巳幸太郎でございます。今日は参議院議員の岩渕とも2人来ております。皆さんと一緒に森友、もう疑惑じゃありませんね、森友事件の徹底解明、安倍内閣総辞職のために全力を尽くして頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この間私たち野党は予算委員会などの審議に加わることができませんでした。それは3月2日の朝日新聞の報道によって公文書が改ざんされていた疑惑が持ち上がり、政権与党はそのことをずっと否定できなかったからであります。この改ざんというのは我々が1年を通して森友疑惑を徹底追及をしてきた。しかし政府の答弁がまさに公文書の改ざんによって嘘の答弁が繰り返されてきた。つまり国権の最高機関である国会が欺かれてきたという、まさに憲政史上最悪の疑惑であり、これ以上この問題解決することなしに審議をに入る条件前提がないと我々考えたからであります。多くの国民の皆さんは我々のこの行動に共感を示していただき、日々広がる、今日皆さんがここに来られた皆さんが参加されているようなパレード、あるいはデモ、財務省の前での抗議行動、全国の税務署での抗議行動に広がり、そしてとうとう昨日自民党の二階幹事長は我々野党に対して佐川氏の証人喚問含みの議事の再開、このことを約束せざるを得なくなりました。これはまさに国民と野党6党一体でのこの抗議行動、国会論戦の賜物だ、これが政権与党を追い詰めたと言えるのではないでしょうか。しかし皆さん、本丸は佐川氏ではありません。この問題の本丸は安倍昭恵氏であります。安倍昭恵さんはフェイスブックで野党のバカな質問、これにいいねを押したと報道されておりますけれども、そんなことするんだったら野党の質問を証人喚問で受けてもらおうではありませんか。皆さん、この疑惑でありますけれども、本質はなぜ8億2000万円もの値引きで国有地がただ同然で売り払われたのかであります。そしてなぜ改ざんが行われたのかであります。佐川氏の答弁の整合性を図るため、誤解を生じさせないためと言いますけれども、誰が考えても嘘っぱちだというのは分かります。2月の17日に安倍総理自身が、私や妻が関わっていたら国会議員も辞める、総理も辞める、この発言が発端になって改ざんが行われたというのは誰の目にも明らかではないでしょうか。だってそうでしょう、官僚の皆さんはこんなことやったって何のメリットもないんですよ。公文書の改ざんなんていう本当に重い犯罪を起こすメリットは彼らには全くないわけですから、まさに安倍総理を守るためにやらされた、まあ、これが事実だと言わなければ
ならないと思います。そしてこの問題、安倍政権だけで国家の私物化が進められたわけではありません。私は大阪出身ですから、維新の会の責任も大きいと言わなければなりません。大阪市学審議会設置基準を緩めて、まさに認可のゴーサインを出したのが維新の会の松井知事であります。そして皆さん、もう一つ忘れちゃいけないのが国土交通省なんですよ。財務省だけじゃないんですよ。今3月の5日に、実は我々改ざん前の文書を持ってて財務省や官邸に渡してたんだと、なんか正義門の顔をして国交省言ってますけれども、皆さん思い出してください。新たなゴミはないにもかかわらず8億2000万円の値引きの積算をしたのが国土交通省航空局ではありませんか。つまり皆さん、教育直後を暗唱させるような無茶苦茶な小学校、日本会議とつながった森友学園、これを財務省、国土交通省、そして官邸安倍昭恵氏、彼らが二人三脚で国有地国家の私物化を進めようとした、これが森友疑惑の本質ではないでしょうか。皆さん、安倍政権は戦後最悪の隠蔽、捏造、そして歴史の改ざんを行った政権として歴史に刻まれるでしょう。我々はこの政権、まさに生き証人として、これだけの無茶苦茶な暴走している安倍政権を倒す責任が公正にあると思います。私たち日本共産党は最後の最後まで野党6党一致団結して、安倍政権打倒のために全力を尽くす決意を申し上げたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。日本共産党の辰巳孝太郎君でした。